お久しぶりです。お久しぶりです。はい、竹野さん、2016年の抱負を聞かせてください。はい、試合をできるだけ多くしたい。多くするとイコール練習をするっていうことですか？はい、はい、冷ややかに見守りたいと思います。プライベートの目標や抱負などありますか？プライベートは、まあ、なんか形にできたらなと思います。形、はい、結婚とかってことですか？はい、はい、あ、本当ですか？はい、じゃ あそれも冷ややかに見守りたいと思います。はい、今後ともよろしくお願いします。